はい、こんにちは、やすです、えー。今日はね収録日5月9日なんですけども、今日のヘッドラインは、ね、株価ついに適正水準へという、ね、内容でお届けしたいと思います。今日も、ね、最後まで見ていただいていい動画と思っていただければ、ぜひ、ね、チャンネル登録、いいねでね応援していただけると嬉しいです。でえー、今日の概要なんですけども、まあ、今日のマーケットねあの株価大きく下げました。えー、S&P もドピーもナスもそれぞれマイナス3とかマイナス4%ずつぐらい落ちてね、ねまあ本当、連日株価がかなり下がってね、私もね少なからずね、 あのちょっとテスラとかハイグロに手を出しているのでね、まあ、少々焼かれてはいるんですけども、まあ、ただあの、この下げのおかげでといったらちょっとなんかおかしいんですけどもあのここまで下げてくれたおかげでねあの株価は、ね、ついに、ね、あのバリエーションの観点からはあのもうそのコロナ禍のななんていうのかなバブルを全部こうなんてつうのかな 吹き飛ばしてもうあのだいぶねあの平常時のバリエーションまで戻ってきたよっていうところをね今日ねちょっとお話をしていこうかなと思いますただあのあくまでもあの今の現時点ではそのコロナ禍のバブル要は金融緩和のバブルのま金が全部吹き飛んだっていうだけでまあ、まだね割安とまでは言えないんですね割高ではないけどもまあ、割安かというとまだ適正ぐらいだねっていう話なんですよねうん だからここから上がるか下がるかというのは、また他のの、ね、予想を組み合わせながらという話になるんですけども、ただやはり今日の時点で一つの大きな目安は、ね、あの達成したんじゃないかなというふうに、ねえー、思っています。今後は、ね、CPI はもちろんですけども、EPSS の、ね、成長予測というところが、ね、非常に重要になってくるかなというふうに、ね、考えています。はいまあ、これは私の意見なので、ね、ぜひ他の方の YouTube、Twitter、ブログも、ね、ぜひ、ねえー、参考にしてみてください。 で今日のね相場なんですけども、ダウがマイナス二パーセント2%、S&P がマイナス三点二、エナスがマイナス四とね、まあ連日大きく下がってますよね。で、ビックスが三十四点七五と。で、私これ、前から言ってる通り、あの今日はねちょっと一最後にまたあの別の資料も出すんですけども、あのこれは金利とかインフレとかのマクロ要因だけではなくて、まあ主にアマゾン、グーグル、まあ特にアマゾンかな、まあ、でもアマゾン、グーグル、フェイスブックを中心とした、やはり EPS のね成長まあ EPS のマイナス成長だったりとかあの減速だったりというところが多分に効、ねえー、いていると思います、やはりね、あのー、今まで結構、このナスダックがマイナス4%が23回連続する、2、3回連続するとかって多分この1月から数えてもほぼないと思うんですよ。 でやっぱりこのマイナス3%とか4%が3日ぐらい、3営業日ぐらいこうほぼ連続して出てるような状況ってやはりこう決算っていうところが、ね、多分にこうドライブしたっていうのは、ね、間違いなくあるんじゃないかな、もちろん、ね、金利とかインフレっていうのもあるんですけども、私やはり、ね、あ直近の詐欺は GAFA の, GA の、えー、成長の。あのー でしょうかな見通しが不明瞭というところがまあ多分にあるなというふうに、ねえー、思って考えています。で、まあ、おそらくそこを見落とすと、まあ、いろいろ、ね、今後の考え方で、あのーまあ、なんかいろいろと違和感とか見間違えるところというのはあるので、まあ、私はそういうふうに考えてますけども、まあ、少なからず、ね、影響はあるとは考えています。はいでまあ、今日けども、えー今日 これ VOO なんですけど2021年4月1日の、ね、ところまで株価が戻って,きてまってきたので、まあ、あの1年1か月以上の、ね、株価を、まあ、吹っ飛ばして元のところに戻ってきたという、ね、感じになりますナスダックに関して言うともう2020年の9月ぐらいまでの水準まで下がってきてますからね、まあ、だいぶ下がってきてますよねでやっぱこの時にやっに疑問に思うのはもうこのチャートだけを見たらめちゃくちゃ怖いじゃないですかもうずっと下がりっぱなしで。 本当、どこまで下がるんだろうっていうところがね、だいぶ気になってくるチャートですよね。でも、テクニカル分析も多分、ほぼ、これらの抵抗戦とか、うんぬんっていうのはだいぶ使えないし、テクニックチャートだけで見たらね、もう全然加工トレンドでサポートラインなしみたいな感じになるのでね、まあ、買うのも怖いし、まあ、 あの帰って売るのも、ね、怖いしみたいな、ねまあ、そんな状況になるかなと思うので、まあ、1つ、ね、やっぱバレーションの観点から、ね、今の株価がどうなっているかというところを、ね、捉えるのは、まあ、1つの考え方としては、ねまあ、重要だとは思っていますで、まああの。たびたび私の動画で出してますけど株価の基本っていうのは株価 ×EPS×PR というところで、まあ、説明されます。S&P の、えー、インデックスも、ね、あの次のように評価できるんです。よね、えー、時価総額過重平均を用いた EPS。えー e 要は、アマゾンだったりとか、アップルとかっていうのは時価総額が大きいので、その S&P における EPS の成長力の強度っていうのは大きいですよ。ただ逆に、あの、ちっちゃいところなんだろうね。例えば、あの、クラウドストライクって S&P に入ってるんだっけえっと、S&P に入っている会社でちっちゃいところっていうと、どんなところだろうな、ちょっと、まあ。 まあ、ユナイテッドとかデルタとか、ボー,ボーイングはまあまでかいか、まあ、ユナイテッドとかデルタとか、まあ、そういった航空会社だったりとか、まあ、マリオットとかのホテルだったりとか、まあ、そういったとことてあんまり費用と小さくないんですよね。だからそういったところが、あのー、どんだけ EPS 伸ばしてても時価総額が小さければ、時価総額が小さいなりの、ねえー、貢献度しかない、まあ。ということなので、S&P の、ね、2、3割を占めるガファームといわれる、ねえー、銘柄の EPS というのは非常に重要になってきます。 それかける PR ということで株価は計算されます。なので、やはりこの EPS が今後どうなっていくか、それでもって PR がそれに基づいて上がっていくか下がっていくか、何度でも言って、これ前前回、前々回の動画ぐらいでやったんですけども、PR が上がりやすいという時には、マクロ要因として金利が下がる、QE をしている、コンダティブイースニングですね、要は、あ,のあれ、債券を買い入れているということですよね。 でこれがまあ PR が上がりやすいとき個別銘柄で PR が上がりやすいというときののは決算で、ね、加速しているときがあります一方で PR が下がりやすいというときは成長が減速していくとき YOY302010 って下がっていくときもしくはマクロ的状況でコンタ,タイクォンタティブタイティングをしているとき、ね、金利を引き上げたりとか、えー、QT をしていくとかね要は資金を引き上げたりとかそういったところがあると PR が下がりやすくなっています。はい で一個重要なのは EPS の成長予測重要ですよって話をしたのがその EPS の成長も重要ですよって話をしたのが今実はちょっと最後のお見せするんですけども急増の EPS の成長予測がちょっと下がってるんですよね今要はあのまあおそらく Google、Amazon、Facebook が中心だと思うんですけどもアナリストがねどん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  EPS の成長を引き下げてます EPS の成長を引き下げるっていう時は PR はより下がりやすくなるのでまあこういったね大きく下落するっていう相場を生みやすいというところはやっぱ 要素としてはあります。はい。でまあその時にね PR を見ていったのがこちらのチャートになるんですけども、まあこちらね私手元で計算したのでこちらファクトセットから持ってきてこれが先週金曜日の時点での PR なんですよね。で今日の下げを反映しました。で今日の下げを反映すると今のところ S&P の 過、えー、重平均の PR は17.03になります、えー、EPS どのくらいだったっけなちょっと230いくつとかだったと思いますけども、まあ、それが230いくつとかが S&P の過重平均を用いた EPS でそれに17.03をかけると今の3994という、ね、EPS が S&P が得られることになりますで、まあ、要はこの PR っていうのが今17.03倍 すなわち S&P を全体として丸っ,、ま、っと見えると利益の17倍の株価で取引されているということになるんですよね。でこれはかつてまあ22とか23で取引されていたところからまあ17まで落ちてきたのでもうだ,いぶ、ね、だいぶ圧縮が進んだと言っても、ねえー、まあいいとは思いますで。もう一つ注目なのがこちらの緑のラインが過去5年平均の EPS のまあラインですよね。下が10年平均の ごめんなさい PR ですね。5年平均の PR と10年平均の PR のラインになります。で、過去10年間、PR の平均って16.9だったんですね。まあ、この直近の、ね、コロナ相場でね、多分平均っていうのも上がってるかと思いますけども、それでもね、16.9っていうところで、もうあと1 2、2%下がったら、もう10年平均を下回るっていうね、まあ、そんなところまで来ました。なので、一応定義上ね、定義上、要はその株価ではなくて、 株価ではなくて利益の何倍買われてるか利益の何倍の価値がついてるかという指標においてはそのこの過去10年間の平均よりも安くなるまあちょっと言い方はあれですけども割安になってくるっていう水準にそろそろ途中にしようとしてるというところはね認識としては知っておいてもねまあいいのかなというふうにね思ってま,すまあこれでもって買いとかではないんですけども今株価だーって下がってきてどこまで下がるか分からない。でも、PR バリエーションの観点から言うともう過去10年間の平均値より、まあ、ちょっと高いぐらいなんでもうちょっと下がるもしくは EPS が成長するという期待を,あののを減ればもう少しであの過去10年平均よりも少し、ね、割安の状況になってくるというところが、まあ、事実にはなりますね。なのでさっきお,お話ししたこの株価がまだこう21年4月1日っていう話をしたんですけどももちろん EPS っていうのはね もう19年も20年も21年もずっと成長してきてるのでその EPS の何倍買われるかっていうところを見ていくと、まあ、今の説明と合ってるかな、まあ、要は株価は21年4月だけどその PR だけで見たら、まあ、ちょうど今この辺ですよねだから21年の4月どころか20年のこれは4月17とか 20年の4月ぐらいの、まあ、コロナ相場から復活する時きね、20年の4月ぐらいの PR になってきている株価は去年1年間の21年の4月だけど PR だけで言ったら20年4月まで戻ってますよということなんで、まあ、株価の見た目以上にそのバリエーションという観点でいうとかなりこう売り込まれているというか、まあ、もうコロナ相場よりもとっくに下の段階にいてもうだいぶねあの、まあ、ほぼここですからねほぼここ,ほぼここですから、まあ かなそんなに割高かというところは、ね、だいぶあのなくなってきたというところは一、ね、律としては言えるのかなというふうには、ね思いますはい、ただ、まあ、だからといって上昇するわけではないんですけれども反発は、ね、この10年平均を超えてきたどこかにはいずれ来るはずです、さすがにね。うんまあ、それがどこかは分からないです、PR が16で反発するのか。 えー、15で反発するのか14で反発するのか分からないんですけどもただねやっぱ過去のこの PR を見ると、まあ、15でいっぱい反発してますねとか最悪のケースは14とか13で反発しますねっていうところがね見て取れると思いますただいくつか重要なのがこの過去の PR 通りここが反発するかどうかっていうと当時と状況がね大きく違うんですよね まあ多分その状況が一番違う点でいうとやっぱ EPS の成長というところが今後も成長していくことだと思います、えー、今年の EPS 成長は9.3%来年も9.5%伸びますこの9.3、9.5というのは一応予想とはいえ EPS の成長としてはかなり強い方です、えー、さっきお見せしたこの,この18年と、ね、これだけ見たらね、うわーこれ下手したら18年と20年のこう下にぶっ刺さるかもしれんと思うかもしれないんですけども、 じゃあこの18年と20年は EPS どうだったのかって話をするとじゃんこんな感じなんですよねそう実は18年から19年って EPS が全然成長しなかったんですよね、うん、だからさっきも言ったように EPS が成長してる限り PR っていうのは高くあり続けるんですけども EPS の成長が減速する。 横ばいになるというときは、その株価も横ばいになるんじゃなくて、PR が下がりやすくなるんでね、まあ、その時きにまあ暴落じゃないですけども、もどーって下がるということがね、往々にしてあります、うん。そして2020年の時のどん底の時も、この時の EPS はかなり下方に下げていったので、まあ、そこを折り込んでね、あの当然コロナでシャットダウンで、レストランとかホテルとか飛行機が全然売れなくなるというところなので、当然 EPS の成長、EPS の成長予想としては大幅に暴落していったので、株価も暴落していったというところが過去の経緯なので、 あのー、今後、ねこっち、これを引き起こすかどうかっていうのは割とこの EPS の成長予測がどうなるかっていうところにかかっていると思います。少なくとも過去の2018年、過去の2020年を見るのであればその、ね、今、来年も EPS9% 成長するという話しましたけども2018年の時は来年は0%成長2020年の時は来年はマイナスそうです、ね、20%という状況,の状況下において PR がここまで下がってきたのでじゃ今の状況下っていうのは、まあ、リセッションだリセッションだとかいろいろ言われているけど実際、e、EPS 成長がどうなるかっていうところが、ねまあ、その正しいあのなんちゅうかな経済動向だと思います。今のところ、一応そのアナリストの予想としては来年を、ね、9%、ま、でからそこまで下げてはいないので、まあ、論理的に考えればこの2018年、2019年まで下がることはない。 と考えられます。と考えられる。これはもう保証してるわけじゃなくて、まあ、そういう確率が高いだろうというふうに、ね、思ってます。なので、PR が16とか15のラインで、まあ、どこかで、ね、反発してくるのかなとかね、まあというふうに、まあ、論理的に考えたらそういう導き出すこともできますという感じですね。まあ、あの、EPS の成長がね、来年も0%ということになるんだったらね、当然、おっと、ここまで下がることを警戒しなきゃいけないんですけども、 E.P.S. 成長は来年も9%を成長するので相当高いので、まあそういった状況下でね、あのまあ P.R. がここまでどん底まで落ちるかというと、まあ経済が強いとき、E.P.S. が成長するときっていは P.R. 高めに出ますのでね、まあその観点からね、まあそこまで落ちることはないんじゃないかなというふうにね私は思っています。ただし、一個気になるのが2024年ですよね。え、2023年は確かに1%の伸びるんですけども、今年の後半ぐらいから。 2024年の、ね、EPS がどのくらい成長するかというところも織り込み始めてきます。でもし2024年の EPS 成長がマイナス成長、それみんなが言うようにリセッションとかでねマイナス成長だったりとか、まあ、横ばい成長だったりするとそういった予測が織り込まれ始めると当然この株価というところはここまで下を掘る事態にはなります。ただ今現時点で年の、e、成長がね あのそこまでして掘るとかね、まあ、そういった証拠は一切出てきてないので、まあ、それはね、本当に今後、まああの、今後、こと年の後半ぐらいから、まあ、みんなが考えていくところなのかなというふうに、ね、思っています。今、現時点では来年の、ね、EPSH は強いので、まああの、そこまで落ちる理由はないんじゃないかなというふうに私は考えています。 あちなみになんですけども、えー、とこの PR は1年先の EPS を読み込んでいるので今年の年末の時点で2023年の EPS250.95 というところを折、まあ、り込む PR とすると PR はその時15.9になるんですよねだからその今のまんま株価が上がらず下がらず横ばいでいくと年末までには PR というところはこの16ぐらいまでね 下がってくることになります、はいまあだから、まあ、何が言いたいかっていうとここより下でね、えー、今回の昨日の S&P の株価より下で買えば、まあ、年末っていう観点で言うと潜在的には PR この、まあ、15とか15.5とかで買うことになるので年末のね水準で考えれば。うんまあ、長期で見たら、まあ、またらま ね、PR が17、18って上がっていく過程において、ね、EPS がまた5%パー、10%パーって伸びていくことにおいて、まあ、ひょっとしたら妥当な水準かもしれないなとかも、ね、言えるかもしれませんね。はいまあ、これはちょっと、ね、雑談でした。で えーとただね、一方でちょっと怖いことを言うと、えー、ハイグロに関して言うと、まあ、ハイグロの、ね、こちらサイズ企業の売上マッチバリティプル、ゲ、まあねあのーム値の A は PSR でエンタープライズバリューを割るね、ネクスト12マンスを割ってるんですけども、すでに6.7を記録しており、バリエーションの観点からすれば、2018年、20年には、ね、割合水準に突っ込んでます。えー、2017年には、ね、5年ぶりの低水準に突っ込むということで、 まあこちらもねこれを見ていただければわかるとおりいつもう反転してもおかしくないバレーションの状況というところはこれはもう間違いなくね割安と言ってもいい水準だと思います、さすがに2020年、2018年のね走行を完全に突き抜けているのでさすがに割安と呼べる水準まで来たのかなと思うので、まあ、ハイグロもねバレーションの観点からするとあとはもうモメンタムさえ、モメンタムというか インフレのピークアウトだったりとかそういうところさえ落ち着いてこればねあのハイグロというところもねあのまあ下げ止まる水準までは十分来てるのかなというふうにね思いますえっとまだバランスシートもねかなりね金額的には大きい中金利、うん、の,のね大体いい上げ幅も決まってる中 QT も大体いい決まってる中まあさすがに6.7倍よりさらに下に下がって5倍だったりとか4倍だったりっていうところはね まあ、うん、どうなんだろうなというね、まあ、そこまで下がったら本当にこうリーマン級の,もうあの大暴落にねっていう話になってきます、うん。だからリーマン級の大暴落が来るっていう信じている方であれば、当然、ここから先は買わ,買わない方がいいし、まあ、言うても景気強いよね、経済強いねっていう方は、まあ、この辺でねぼちぼち反転かなというね考え方になるのかな、まあ、これは完全にバレーションの観点からだけですね。あのー なんちろかな。その、今取りまく、その状況を鑑みると、まあ、すぐに反転という状況ではないと思うんですけど、バリエーションだけで見ると。まあ、反転してもおかしくない状況には来ているって言うのはね、読み取れるはずです。はい。で、最後ちょっとね、これを踏まえてスケジュール見通しの話をしていくんですけども、えっ、ー、と、あさってですね。 消費者物価指数数という大事な数字が出ますこちらは、ねえー、昨日、おととい、あとといえーとまあ、土日の動画で、ねえー、プレビューしたので、ね、そちら見ていただければと思うんですけれども、基本的には、ねえー、ピークアウトする降算が高い、えー、計算になってます。でコア CPI の方も、あのちょっと、ね、やや高めだけども、まあ、全体としてはピークアウトする傾向。なので、まあ、予想を 通りか予想下回るかぐらいがすごい重要かなと思ってて、もし予想を超えるようだとね、まだ一段と売り込まれることっていうのは全然あると思います、ただ予想通りか予想下回るぐらいだと、若干のショートバカバーぐらいはねあるんじゃないかなというふうにね思って、もし予想下回るもんだったら、予想下回って金利下がってきたら、結構、分まあこ,のここらでぼちぼちっていうね感じになるとは思います、予想下回って金利下がってきたらね、もう今の金利でインフレ退治できてるじゃんということになるんで。 予想た下回って、金利が下がって、ビッグスが下がってこれは、ひょっとしたら大底になるかもしれないなともね、コロナ禍の、ね、バブルは完全抜けきり、バリエーションだけを見れば、ね、いつ判定してもおかしくない。まあ、鍵を握るのは、ね、今後、ねあの、CPA と EPS 成長予想です、まあ。バリエーションだけを見ればおかしくないという話をしたんですけれども、まあ、ここから先ね、ね他の要素を複合して考えていくと、やっぱ CPA と EPS 成長予想になってくるかなと思ってます。 えー、CPI が予想した回るなど、ね、ピークアウトが確認できれば、5月、6月に、ね、インフレ金利相場というところは終わりすげる可能性があるなというのを思うので、あとは、ね、完全に決算とか EPS 成長というところが、ねまあ、注目になっていくかなと私は考えています。一方で今、強烈に避けているのは、ね、EPS 成長予測も大きな要因の取得、一つ、Q2 や将来の EPS 予想が下がり続けている限り、相場はかなり揺れる、EPS 成長予想は経済取得に注視という話なんですけど、これはね、えー、こちらの話になります。これもファクトセットから持ってきたんですけども、 まあここえっとね4月の末ぐらいからね株価、より一段と大暴落するきっかけとなりましたよね。やはりそれとリンクして、急痛の EPS 成長予測が大きく下がってますねます。さっきも言ったんですけど EPS 成長が下がるときていうのは PR も暴落しやすいのでまあ今、この EPS だけを見ないとインフレだ、マクロだという感じで やっぱりこうインフレ来る、リセッション来るみたいなふわふわふわっとした言葉で下がってるんじゃないかと思うんですけども明確に数字の裏付けだけで言えば基本はアマゾンなんですけどもアマゾンとかグーグルとかフェイスブックが決算渋かったことによって各アナリストが EPS の成長率を下げてこれ1週間前ぐらいの動画でありましたよね。ね成長予想を下げて でそれに伴って PR が下がって株価が下がっていくそれにさらに拍車をかけて、えー、QT とか金利っていうね、まあ、そういった解釈が一番正しいかと思います。出、うんまあ、なければだってぶっちゃけ前回の、ね、FMC の内容ってほぼみんな,なんかサプライズなかったじゃないですかむしろ逆の方向にサプライズが出たわけでやはりね、まあ、あれを織り込んであれをこう消化するといえども やっぱせいぜい下がっても、連日マイナス1、2%ぐらいの、ね、相場だったと思うんですよね、やはりこのアマゾンショックが与えた EPS の成長の下方修正っていうのは、やはり相場に、ね、かなり下落、圧力をもたらした、アマゾンの株価見てもらえれば分かると思うんですけども、溶けてますよね、株価。うんまあ、そうなってくると当然、アマゾンが溶ける、えー、指数が下がる、999、b o が売られる、巻き添えクラットほかのも売られるとかね、まあ、そんなセンチメントが悪くなる結果がありますよね。 まあなので今重要なのはこ、これ以上アナリストの予想が下がらないこと、まあ、この共通の EPS のえ予想がまあ下げ止まって、ここで横ばいになったりとか、まあ、もしこれが上がってこようもんだったら、かなりねいい状況になると思います。だから逆ににこの EPS 成長予想がさらに 下がり続けるとかね、まあ、そんな事態になれば、ますます、ね、株価っていうのは下がりやすい。例ええインフレをクリアしても EPS 成長率が下がれば下がっていく。ここが結構重要なのが、まあ、あさっての ECPI でね予想通りか予想下回った、まあ、どちらでもいいです。えーっとまあ、そのインフレを予想を超えたら、ね、それそれでもうまた下がっていくんですけども、あのそのなんていうのかな。 インフレが終わったからといって、その次の視線はこれやっぱ EPS の成長がどうなるかというところに移っていくんですよね。こ EPS の成長が下がり続けている限り、あれ、インフレピークアウトしてもなんで株価下がるのって言って、インフレピークアウトしてもあの金利が下がってもなぜか株価下がってるよねっていうふうになっちゃうんですよね。まあ、その時に、まあ、よく聞かれる説明は、 やはりこうインフレが高止まりしているとかこうセンチメントが悪いとかそういうわけわかんない説明が出てくるかと思うんですけどそうじゃなくておそらく裏側では EPS の成長予測が下がっているとかねそういった事件が起きているはずです、うん、だから EPS 成長予測が下がり続けている限りはちょっとね私 CPI の後あの v t i もありかもねって話をしたんですけどもやっぱり若干は、ねこの一旦この EPS 成長予測っていうところがね まあどうなるかというところは見直さないとあの見守らないと,あのちょっと、ね、投資状況というところもまだ悪いのかなと思います逆にこのこの長く続いたこの時期のように EPS 成長予測がまあ横ばいか長らく上がっていくという環境であれば、ね、あの基本的に EPS いうのは来年も9%、その再来年もね何か伸びていくこととうう推察されるのでこの EPS 成長予測が、ねまあ、下,げ下げ止まればね あのー、まあこれはアマゾンがね多分に影響してると思うのでインフレがピークアウトすればねアマゾンの EPS は回復しますどちらかといえば、うんまあ、だから、まあ、そういった効果もあると思うので、あのーまあ、本格的なリセッションっていうところが入らない限りは、まあ、この EPS 成長予測っていうところはね、まあ、ぼちぼちのところになっていってまあ 5月、6月、そして7月の決算を迎える頃まではね、大底を迎えてるんじゃないかなってね、私はぼんやりとね、考え始めてます。まあ、その中ちょっとね、き今日のチャートで気になるところを2つだけピックすると、えー、DJP という、ね、コモディティの ETF は大きく下落してるっていうことなんで、まあ今日ねあの、どういった理由かわかんないですけども、まああの、コモディティも下がったということに関して、これはインフレに対してはプラスですね。 で金利も下がりましたということで、まあ、なんかこういった動きがあるのでね、明日以降もね、この金利とコモディティがどうなっていくかによってね、また相場の、ね、方向性っていうところがね、変わってくるかなと思います。すみません、もね、だいぶ長くなってしまったんですけど、今日はもうこんくらいにして、あと話すことないよね、うんあの、インフレのピークアウト、EPs の正常予その改善がね、相場回復には必要かと思われます。はい というわけでね、引き続きね、こちらサポートいただけたら嬉しいです。スーパーサンクスね、実装してましたのでね、あの今日の動画が良かったと思っていただければねあの、スーパーサンクスとかいただけるとね、めちゃくちゃ嬉しいです。あとね、釣りのね、インスタグラム、TikTok 始めてるんでね、こちらもね、動画操らな貼っておくんでね、フォローいただければ嬉しいです。というわけでね、今日は株価はついに適正水準へっていうところで、まあ、株価が上がるとは限らないんですけども、今後はね、CPI と EP 成長を予測が、ね、重要ですよってお話をしました。まずはね、えー、目の前のね、CPI をね、見守っていきたいなというふうに思っています。ではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。